特に、まあ、ロシアがあの強国と好んで対決してそれでなんとかあの打ち破っていこうそれで拡張しようっていうことは事例はほとんど考えられないんですねそうじゃなくて、まあ、弱くて勝てると思った国、まあ、それは日露戦争の時の日本であるわけなんですけれども、まあ、そこに戦いを仕掛けるようなことをしてでそれであの、まあ、結局は失敗してしまうと、まあ、そういうようなことは起こっているのですけれども 皆様、こんにちは。本日は山添博先生に歴史から考えるロシアの戦略というテーマでお話を伺いたいと思っております。山添先生、どうぞよろしくお願いいたします。ます、まあやはりこう、ある国がどう動いていくのか、どういう戦略を取っていくのかということを考えるときに、その国の歴史から考えるというのは非常に重要だと思うんですけれども、この講義ではまさにそのロシアという国がですね、 どういう戦略をこれまで取ってきていて、まあ、今後、それがどう影響しそうなのかということをぜひお聞きできればと思っております。はい、で、最初に、まあ、今のロシアの置かれた場所といいますか、ですね、はい、ちょうどウクライナ侵略もございましてで、それを経たロシアというのはどういう状況かというのを、概括ししててお聞きしたいと思っているんですけども、はいまあ、やはり国際秩序の中で、これほど外れた行動に出ているというのは、 やはりこの私が見ている2 300年の歴史の中でもなかなか事例が見出しにくい。はい、でそれによって、まあ、まあ、要するにこう、例えば100年前、200年前だったら、まあ、あの、まあみんながやっていたような帝国主義を今の時代にやっているというふうに言われているのが、ロシアの非難されているまあ大きな原因であるわけなんですけれども。そこで言うところの帝国主義っていうのは、いわゆるこう他国の主権を平気で踏みにじって、 まあ、例えば、領土拡張するとか、そういうイメージですか、はいはい、そうですね。まあ、軍事侵攻っていうのは、まあ、いろいろな種類があるんですけれども、はい、まあ、やはり1945年以降に国境線を変えて自国の領土を増やす。で、それに、えー、そのために、えー、主権国家の、まあ、主権がないことにしてですね、で、それ、そこには対等性を認めずに、えー、まあ、よくわからない、こう、 客観的には確認できないナチ政権だということを主張して、えー、まあ、軍を首都に攻めていくとかですね。で、そういうやり方ですね。で、それによって、えっ、ー、と、まあ、領土を拡大する、まあ。それは、まあ、その、帝国的にウクライナを支配するという願望に基づいているというふうに、まあ、言われるわけなんで。はい。このようなロシアの行動によって、ある意味では、 まあ、まさにその帝国主義的な行動を取らないという戦後一貫して続いてきたような国際秩序が弱体化しているというのが先生の見立てということでございますこのまま進んでいくのであれば、えー、この結果が、まあ、ロシアがこう帝国主義的なことをやっていることによってウクライナという国の主権が損なわれていく。でそういうい それで人権侵害が大規模に行われていくで、それが許容される時代になってくると、他のところでもやってもいい時代になってくると。で、それに対する、まあ、アメリカの力を中心としては、まあ、他にもちろんルールもあるし、えー、多くのだ同盟国や規範の力もあるんですけれども、まあ、アメリカの、えー、力を軸とした、そういう重しが効かなくなっていく、そういう時代に、えー、これからの 各国の行動によって変わっていく恐れがある。まあそういうふうに考えています。その流れが悪くなると、えー、まあ東アジアもこれまで通りのようにはいかないと。もっとこの力を使った、えー、まあ無軌道な行動っていうのが起こりやすくなる。まあ昨年の中東を見ててもかなりそういうところが頻発するようになってきたように感じられるので、まあそういった流れというのは非常に危険である流れを まあ、えー、ロシアもその流れに加担した、えー、行動をとってしまっていると思います。で、それによって、ロシアがこれまで自分たちで守ってきたような行動規範っていうのも、えー、まあ、守らなくなってきている。まあ、典型的なのは、まあ、昨年9月に、えっ、ー、と、北朝鮮からですね、えっ、ー、と、キム・ジョンン総書記がですね、まあ、ロシアを訪問したわけなんですけれども、 あの時に北朝鮮が、えー、ミサイル発射実験を行った時に、えーこの、その瞬間に会っていたプーチン大統領は何も言わなかった。で、えっ、ー、と、まあ、兵器のサンプルを渡したということで、これはあの、ロシアがそれまで、えー、賛成し維持してきた北朝鮮の核ミサイル開発を禁じるような、えー、国連、えー、安保理決議の一連の流れ、これを、まあ、なかったように扱うと。 いうことなんで、これはあの中国の流れとも、えー、中国の立場とも随分異なりますし、えー、中国だってこのロシアが領土を拡大することとか、えー、ウクライナがネオナチであるだとか、えー、核兵器をまあロシアの領土の外のベラルーシに配備するとかですね、そういうことには賛成していないわけですので、まあ、そういう点でもロシアは随分この、えーまあ これまでの慣習、中国との協調からも外れていくような状況になっていると思いますね。まあそうしますと、その秩序、はい、まあ日本としては多分この秩序が崩れてしまうと大変な局面に直面せざるを得なくなると思うんですけれども、はい、守りたいという側ですね、というのはどう対処していくべきなんですかはい。まあこれは、あの、ロシアがやっていることの結果を、まあ、 できるだけロシアが不利にしていく。それから、まあ、ウクライナが有利にしていく。欧州の秩序が、えー、まあ、できるだけ保たれるようにしていく。今、あの、ウクライナが非常に難しい立場に立っているわけなんですけれども、えっ、ー、と、これ、このままウクライナはもう占領されるよね、というふうに見放す態度を日本、イギリス、アメリカ、ポーランド、フランス、全部がとってしまう世界と、ここまで、 頑張るんだから、ということで、ウクライナを支援して、まあ、ただここまでやったので、一旦ここで休戦しないといけない。まあ、その状況とは、まあ、随分違うと思うんですね。それどう違うんですか、うん、その二つっていうのは。で、それによって、えっ、ー、と、まあ、ロシアでも、その後のロシアでもですね、まあ、他の国であっても、次に、えー、秩序を壊すような行動をしたときに、どんだけ、あの、まあ、抵抗が、 あるか、どんだけひどい、あの、しぺ返しを食らうかということの信憑性が全然異なってきますの。なるほど。で、はいえー、まあそこが、えー、まあロシアのやったことが簡単に許容されるのか、ギリギリのところまでで止められているのか、それには随分大きな違いがあります。でそういう姿勢をこう日本が持っているかどうかで、はい、まあ日本がこの脅しに弱い国なのか、えー、脅されて被害を受けても、えー、できる限り、 できる限りのものもを守っていく国なのかそれれが問わわているわけです、ね、まあそのような中で、まあ、なぜロシアがこういう拡張主義的なというか危険な行動を取るかというところなんですけれども、はい、まあどうも日本人はですねそれこそ歴史を遡れば日露戦争もありましたし、はいえー、第二次世界大戦の最末期に満州なり千、えー、島列島に攻め込んでくるというようなこともあって。 常にこうロシアが拡張主義的にですね、こちらに攻めてきてるんじゃないかという感覚すら持つような気もするんですが、実際のところどうなんですか、ロシアというのは。まあそうですね、まあ、拡張したいときは、したいときは出てくるんですけれども、はいまあ、いつもできるわけではないです。はい、で特に、まあ、ロシアがあの強国と好んで対決して、それでなんとか あの、打ち破っていこう。それで拡張しようっていうことは、事例はほとんど考えられないんですね。あ強いところとはやらないということですか、はい、で誤って強いところとぶつかってしまったっていうのが、まあ、典型的には19世紀のクリミア戦争ですし、えー、まあ、強国から攻め込まれたという場合は、強国と戦っています。 で、えっ、ー、と、そうじゃなくて、まあ、弱くて勝てると思った国。まあ、それは日露戦争の時の日本であるわけなんですけれども、まあ、そこに戦いを仕掛けるようなことをして、で、それで、あの、まあ、結局は失敗してしまうと。まあ、そういうようなことは起こっているのですけれども、まあ、ロシアは、ええー、まあ、こういう軍事行動に出るときには弱いところを狙うと。で、弱い相手であっても、まあ、 えー、1875年の日本に対しては、まあ、その、領土を全部よこせっていうんではなくて、代償として千島列島をですね、えー、日本に渡すっていうこともやっているわけなので、まあ、その、えー、ロシアは自分の弱さを知っていて、まあ、千島列島とか、あとはアラスカを手放すとかですね、えー、そういうこともやっています。なので、えー、まあ、協調的で弱くて譲るという ロシアもあれば、えーまあ、弱いところに出ていってしまった結果ぶつかってしまうそういうロシアもあるということですね。これは一面でグレートゲームなどという言葉もあって、はい、あたかもイギリスとロシアがこう世界のあっちこっちで向かい合ってしのぎ合ってるというようなイメージもありましたし、はい、あるいは、まあ、東西冷戦の中でこう共産主義拡張のためにですね 自分の勢力を拡大するためにどんどんいろんな仕掛けをしてくるんだなんていうイメージもありますがそれはあくまで強がりで見せてるような部分っていうのもあるんですか強がりもありますね。でその拡張できればしたいのでしたいと主張している人は常にいるんですね。ですがそれができるのかどうかっていうのは、まあ、また別の話で、はいまあ、イギリスでこのロシアが南のインドを狙ってくるっていうふうに、えー、とかなり主張してそれを防衛しないといけない。 アフガニスタンを何とかしないといけないって言ってたのが1830年代。ですが、えー、そのウズベキスタン、今のウズベキスタンとかタジキスタンとかに出てきたのは1870年代です。ですから、まあ、随分早く、えー、その、まあ、言っているわけなんですね。イギリスのその、えー、ロシアの脅威論っていうのはですね。はい、で、1830年代にそういうようなあの余裕はロ,ロシアにはないですし、ロシアは、あの、つい、 その18世紀末まで、えー、草原の遊牧民から攻められて荒らされていた弱い国であったわけですね。